強烈な匂い。間違いない。鼓の鬼がここにいる。いった。珠代さんに手当てをしてもらっているが、怪我は感知してない。その怪我が痛くて痛くてたまらない。俺はもう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ炭治郎、自分を信じろ。俺は長男なんだから。マレッチ、マレッチ、あれさえ食えば50人、いや100人分、マレッチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら小生はまた十二鬼月に戻れる。見つけたぞ、鼓の鬼。虫けらが何度も何度も鬱陶しいぞ。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって、くそ、いまいましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て十二鬼月に戻るのだ。消えろ虫けら。水の呼吸、苦の型、水流しぶき、ラン。水はどんな形にもなれる。見えた、月の糸。君の血気術はすごかった。小僧、答えろ。小生の血気術はすごいか。すごかった。でも人を殺したことは許さない。そうか。そうだ、血を取らなきゃ。こんなの作って、ユシロウさんは器用だ。あ、猫。あ、君が珠代さんのところへ届けてくれるんだな。よしよし、ありがとう。これでよし。じゃあ、気をつけて。おお。ユシロウさんの術で、泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くと、また姿を消すとは聞いてたけど。成仏してください。テル子たちを探さないと。
キヨシ、テリコ、炭治郎さん、よく頑張ったぞ。さ、外に出よう。足は大丈夫か？はい。あ、善逸と正一の匂いがする。外に出てるな。二人とも無事。血の匂いだ。どけ！刀を抜いて戦え、この弱味噌が。炭治郎、俺守ったよ。お前がこれ命より大事なものだって言ってたから。これ以上俺の邪魔をするなら、お前ごと箱を串刺しにしてやる。やめろ。ああ。うわあ、音、頭骨割れてない？あ、ん？え？女？え？顔？なんだこら。俺の顔に文句でもあんのか？君の顔に文句はない。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。かかってこい。ダメだ。もうかかっていかない。おいてこっぱち。俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ。覚えておけ。どういう字を書くんだ。ち、俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。うわ、倒れた。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。え、怖っ。炭治郎、頭から血も出てないし、どんだけ頭固いんだ。本当にありがとうございました。家までは自分たちで帰れます。ありがとう、炭治郎さん。ありがとうございました、炭治郎さん。善逸さんも、ありがとうございました。正一くん、俺を置いて行っちゃうのかい？ダメだ、ダメだ、ダメだ。正一くんは行っちゃダメだ。正一くんは強いんだ。正一くんに俺を守ってもらうんだ。正一くんは嫌がってるだろう。俺を放っていかないで。いい加減にしろ。気をつけて。はい。うん。起きた。勝負、勝負。おら。おい、どこ行く？山を降りるんだよ。まだ勝負は終わってねえぞ。疲れてるだろ。いいから降りるぞ。はあ、俺は疲れてねえ。勝負だ。こら、山を降りろ。山を降りろ。かー、さあついてこい、この私に。かー、かー。ほら、春日井ガラスもああ言ってるぞ。知るか、こいやデコッパじゃ。藤の花の家紋。かー、休息、休息。負傷につき完治するまで休息せよ。藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族。
鬼狩りであれば無償で尽くす。え、休んでいいのか？俺今回怪我したまま鬼と戦ったけど。ケケケケケケって、すみません、あのすみません。はい。あ、夜分に申し訳ありません。鬼狩り様でございますね。どうぞ。三人ともあばらが折れてるとはな。あばらよりコブがいて。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスカボカスカ叩きやがって。謝れ。断る。謝れよ。断る。俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよ。じゃあ猪之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ。ああ、何かきっかけはあるんだろ。鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして刀を奪ってやった。そしたら最終選別ってのがあることや鬼の存在について聞いてよ。それで猪之助は鬼殺隊に入ったのか。っていうか猪之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだ。そうか、そうか。炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、鬼を連れているのはどういうことなんだ。善逸、分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。お前、そんな褒めても仕方ねえぞ。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一くんを連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。あ、出てこようとしてる、出てこようとしてる。大丈夫だ。出たん。は、善逸、禰豆子は俺の。あ、炭治郎、お前、いいご身分だな。え、こんな可愛い女の子連れて毎日ウキ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 旅してたんだな。俺の長さちを返せよ。俺はな、お前が毎日あのウフフで女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃない。そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか。善逸、落ち着け。どうしたんだ急に。鬼殺隊はな、お遊び気分で入るところじゃねえ。お前のようなやつは粛清だよ、即職さ。そういや、俺の結婚を邪魔した罪と松竹を返した罪もあったな。即職さ。鬼殺隊よ、舐めるんじゃねえ。お前だけだ。全員やめろ。殺隊をなめるた地獄行きだ。恨めしや。その後夜遅くまで俺は善逸に責められた。何度も何度も。善逸、待ってくれ。何を言ってるのか俺にはわからないぞ。そうだろう、ただお前のようなやからに俺の気持ちは一生わからないだろうよ。
返せ。結婚相手の女の子を返せ。俺の正一君を返せよ。とにかく落ち着け。何をそんなに怒ってるんだ。お前の無実さに怒ってるんだ。そしてようやく善逸の興奮が収まって、みんなが寝静まった深夜、俺は骨折と疲労の蓄積から少し熱を出した。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの？息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。禰豆子、汗をかいてる。そうか、熱が出て、それで。ありがとう。俺が心配で見てくれてたんだな。うん。それにしても懐かしい夢だった。父さんがやっていた神楽、流れるように美しい舞。父さんの言葉。禰豆子ちゃん、善逸、いい加減にしないか。たんじろう。禰豆子ちゃんは炭治郎の妹、禰豆子ちゃんの兄が炭治郎。仲良くしよう、炭治郎。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。腹減った。失礼いたします。今日のお夕げは何にいたしましょう？天ぷらはいかがですか？そう、衣のついたあれでございます。かまど炭治郎、吾妻善逸、橋平伊之助、次なる任務を伝える。心して聞け。次の任務は北北東、北北東、北北東。明日の朝、三人でなた雲山に向かえ。なた雲山に向かえ。うえ、せっかく傷が治ったのに。よっしゃ、任せろ。なた雲山、初めて聞く場所だ。いかがされましたか？今動かすことのできる柱は義勇様と忍様のお二方です。その二人をここに。かしこまりました。思っていた以上の戦いになるかもしれない。
どうか気をつけておくれ、子供たち。